ラバンチャンネル。青柳と遠藤の投げ合い、いきなり今日一軍登録されたばかりのマルテのツーランホームランで幕が開きました。まあ、島根さん、結局この2点だけだったんですが、まあ、何癖つけるなら追加点が欲しかったかなっていうところですね。いや、遠藤の立ち上がり見るともっともっと入るのかなっていう感じだったんですが、惜しかったのがその後の島根さん、大山のライトフライですね。東京ドームだったら入ってたんじゃないのかなっていうぐらいですけどね。それがホームラン王のタイトル、ね、東京ドームフランチャイズの岡本優里に、ね、お話しされる島柳さんの見立てなんですが、でマルテのこの辺りも正直私言ったと思いました。ちょっと詰まり気味だったんですね、もう本当に心地よくファーストストライクから振っていたマルテで、青柳のピッチング、今日は本当に島根さんコントロール良かったですね。良かったですね。で1球抜けても2球目3球目しっかり修正できてたんで、このシンカーがね、左バッターに有効でしたね。で1安打で80球ですから、これ6回7回下手したら完封もなんて思った矢先、この6回2アウトで松山のところでスパッと矢野監督が決断しました。これは正直鈴木君からいい三振の取り方したんでね、早いかなとは思ったんですけどね。で、まあ、岩貞がしっかりと打ち取って、で大山今日は快音響かずという試合になりました。で8回の藤浪球場を沸かせます。登場でも沸いたんですが、この161キロに沸きました。この藤浪劇場はちょっとシーズンの最終盤まで続きそうですね。で鈴木にはカットボールを続けて、松山には直球を続けて連続三振、バトンをつなぎます。そして9回は現在リーグトップタイのセーブ数だったスアレスが危なげなく打ち取って単独トップの22セーブ目、